ジョー、なぜ資格テスト受けに行かなかったの？ジョーは兵士になりたくないのさ。じゃあなぜ銃なんて持ち出すの？銃の所持は16歳まで禁止されてるのよ。せっかくのお土産を粗末に扱いやがって。この星じゃ大切なタンパク源なんだぜ。ジョー、あなたが撃ったの？俺が撃ったのさ。ジョーは心優しい男だからな。そんなジョーに惚れたんだろ、レニー。チッ、悔しいな。このスケベ野郎、レニーにバカなことするな。あれ、お前レニーが好きだったのかよ。こいつはビッグニュースだぜ。なに、バカなこと言うな、こいつ。どうしようってんだ。うわ、このスタブクロ、やめろよ。やめて、ハンジ、リーグ、やめてよ。ジョー、なぜ止めないの？騒ぎの元はお前だろ。好きにさしときな。銃くらい使ったってどうってことないさ。誕生日を一日間違えたって言いやいいんだから。そうだろ親父、そんな顔しないでさ。俺が16になるお祝いでも言ってくれないかな。うん、あれから10年も経つのか。すぐに戻れると思ったからお前を連れてきたのに。ジョー、お前にはこんな重労働より兵士になって楽してもらいたかったのにな。気にすんなって父さん。兵隊になって奴らに協力するくらいなら俺父さんたちと働いてた方がいいんだ。出世はできんぞ。関係ねえや、そんなの。こんばんは、おじさん。やあ、レニー、何の用だい？お母さんがね、持ってってあげなさいって。おいしくできてるわよ。またお母さんに作ってもらったのか。いい加減に自分でも料理ぐらい作れるようになれよな。失礼ね、ちゃんと手伝ってるわよ。ほんとかね。少しぐらいやっとかないと嫁に行くとき苦労するぜ。もらい手がないよ。そうそう、カンジがお前のこと好きなんだってな。あいつならいいや、レニーの言いなりだぜ。食事だって毎日作ってくれるかもしれねえし、お似合いだぜ。あたし、カンジなんて好きじゃないもん。ビーおい、兄貴。なんだよ、マイク。そろそろ時間だぜ、歓迎会の。歓迎会？今日地球からやってきた連中のか。地球の話聞けるの半年ぶりだもんな。だが彼らは犯罪者たちだよ。昔の父さんと同じな。ずいぶんと集まってくれたじゃねえの。そんなに地球が恋しいのかい？俺はいつか地球に帰るつもりさ。おめえ地球で生まれたんじゃねえのか。で、どうなんだよ、地球じゃ今何が流行ってんだ？ニューヨークで話題になった自由の女神ファッションなんかは？自由の女神なんざもうありゃしねえよ。嘘で？嘘のもんか。この前暴動があってよ、爆弾を仕掛けられてコッパみじんよ。でたらめだ、あの自由の女神がなくなるなんて。そんな本当の話なんだよ、じいさん。それだけ国民の政府に対する反感が強いってことさ。わしゃな、あの自由の女神を見ながら育ったんだ。自由の女神はわしのふるさとそのものなんだ。あれを壊したら俺じゃねえっつうの。怒るぞ、ビジ。やめろよ。何？うわ、よし、押さえた。やるなら外でやってくれ。なんだ騒ぎだ。やめろ、やめるんだ。またお前か。なら、ほら、錠前や。お前に召喚状が出ている。来てもらおうか。なんだい、召喚状って。お前は今日兵士資格テストを受けなかったそうだな。召喚から事情聴取するよう命令が出ている。日にちを間違えたんだよ、明日かと思ってた。いいんだろ、建設労働に従事すれば。兵士になるか重労働に従事するかは本人が決めることではない。ハザード召喚だ。そんな法律聞いちゃいねえな。もう一つ、未成年者の分際で銃を使用したな。これはどう説明する？
日にちを間違えたんだよ。よく考えてみたら16歳の誕生日は明日だった。ほう、それもこれも一日間違えたってわけか。ふざけんじゃねえこのガキ。あ、ジョー、何してんで。俺は火星開拓王者、今日はまだ未成年者だぜ。未成年者には警官の暴力は禁じられているはずだ。札付きは別だよ。マイク、逃げるぜ。あ、どけ。